ほど打ちひしがれようと、人はまた立ち寄って戦うんだ。俺は俺と禰豆子、鬼舞辻無惨を倒します。これいいな、8000円ちょっとだから。
かがでしたか。何気ない休日を今日は映像にしてみました。マジ撮れ高ない、ほんと難しい。何気ない休日ってもうカメラ回すのを忘れちゃうっていうかね、難しいですね。まあ何もない日ってあるよね。ほんと今日何もなかったらパチンコ行って終わるって感じだったんだけどね。まあ翼から連絡来て、まあ、買い物に付き合ってね、まあ俺もついでに買い物してきてって感じで、まあ一日が楽しく過ごせました。で翼と話してたら、今月俺キャンプ行かない予定だったんだけど、翼が公安行くって言ってたから、公安キャンプ場っていう富士山のこれもまたね近くにある結構有名なキャンプ場で、ゆるキャンの第1話で出てくるキャンプ場かな、まあ聖地ですね、ゆるキャンのに最近予約制になったらしいけど予約取ったって言ってたから、そこに一緒に行くことになりました。でテントは持ってかないで翼のテントで寝るんで、道具は今回もうコンパクトな状態で行きます。じゃないとね、俺ストーブ持ってないから、で翼ストーブあるから、まあ冬のストーブキャンプですね。まあ焚き火して、でその後テントの中入ってストーブの上で何か温めて食べるっていうね、去年もやったんだけどね、それをやる予定です。12月中旬ぐらいに行くかなってことで、12月キャンプ行く予定になりました。釣りはね、まあ明日車取りに行って、またちょっと天気予報とかウーバーイーツの予定を見ながらね、どっか行けるタイミングがあれば行こうかなって感じですね。ただまだもう釣れる時期でもないんで、難しい時期なんで、まあ新しいリールを買ったからそれを投げに行くって感じの釣りを12月中に行けたらいいなって感じですね。それではお疲れ様でした。明日は13件やって車検終わりの車を取りに行くっていう動画になると思います。それではまた。